バトフェス公演後ですね。 はい、そう、の9月からかな。そう、本当はもうね、すぐやっちゃうのもありだなとか思ったんですけど、ちょっと私の行ってる美容室が人気だから、なかなか予定取れなくて。だから6月のコンサートにはなってるかな。楽しみに。 に、そう、なんかね、1週間前からじゃないと予約が取れないの。埋まってる。人気だから。でもすごい今お気に入りのところです。言ってるところはもう何も言われず切られますよって。 面白い。そっかそっか。私の言ってるところはどうだろうな。なんかでもいろいろやってくれます。なんか前に、その今やもう終わったのかな、なんかドラマがやってたんですけど、スジさん、そう、スジさんの、スジさんがドラマ出た時にやってた髪型っぽくちょっとカットしてくれたりとか、そういろいろしてくれますね。なんかそう、流行りを取り入れてくれます。いつも髪型は、そうです、スマホで。いろいろ見つけといて、それは見せて、これっぽくって言ってます。スジさんは韓国の JYP 所属の女性の方。 そう、プロデュース中にね、ヘアメイクさんに「すごいスジに似てるね」って言ってもらってて、そうね、ナウナヤングだ。 ナウナヤングになりたくて。私でも美容室大好きなんです。美容室の髪洗ってもらってる間がすごく好き。あとカットしてる時も好きだな。美容室とか、美容室は好きですね、すごく。なるちゃんが配信で約束よ、カラオケ配信入ってないって言ってたけど、本当に、本当です。なかった。ピエンでしょ。
私美容室は2ヶ月に1回のペースかな。2ヶ月も3ヶ月に1回とかしか行かない私。ですね。たまに月1で行ってた時もあったけど、基本3ヶ月に1回かな。あれ2ヶ月に1回？でも全然行かないですね。ああ確かに。あとなんかブリーチとかしてないしから、そんな頻繁に行かなくてもいいんですよ。皆さんと同じぐらい。そう、切らなくてもトリートメントだけでもういきますね。なんか髪の毛傷んでるなって感じたら。あとは家でケアしてます、ちゃんと。はい、家でのケア大事。なんか洗い流さないトリートメント的なやつやったりとか、スプレータイプのやつやったりとかやってます。 結構伸びるよ。そうです。髪型を大きくあんま変化させないから、ほんと髪の毛のメンテナンスでいくくらいかな。美容師さんからはね、髪の質はね、なんて言われるかな。なんて言われるっけ。柔らかいって言われる。なんかでも柔らかすぎず硬すぎずって感じだし、あと細いって言われる。細めだよねって言われる、毛質が。って感じかな。あとは色が、なんか色の話もしますね。この色だったら抜けにくいと思うよとか、これあったら抜けやすいと思うよとか、いろいろ聞きますね。あとやっぱなんか何？汗かくとね、髪の毛の内側がすごい癖が出るんです。そう、そういうのも言われました。いや髪の質でもね、そんな良くもないんですよ。そう、汗かいたら内側だけすごい癖出ちゃうから大変なんです。前髪とかもうね、レッスン終わりなんてうねうねしちゃうの。美容師さんは指名してますね。はい。なんかもう、なんだろう、決まった人に毎回やってもらった方が分かってるじゃん。毎回毎回やってたらこういうのが好きなんだろうなとか、そう、ちゃんと分かってもらえるから、そうしてます。でもね、昔はもっとこの癖がひどかったから、それに比べたら全然今の方がマシなので。そうそう、毎回説明するの大変なのよ。あと1回やってもらって、なんか、なんだろう、毎回やってもらってる人って安心できるし、美容室行くのに不安になりながら行くの嫌だから 美容室行くなら楽しみに行きたいから、そうしてますね。すごい、20年くらいだ。でも私全然今の美容師さんに出会うまで全然決まらなくて、ずっと転々としてたんです、いろんなところで。今の美容師さんにたどり着いたんで、そう、あと何年、できるだけ、そう 指名できるだけ、これからもよろしくお願いしますって感じです、ほんと。失敗したことはあんまないけど、そう、失敗したことはそんなないんだけどさ、特にない。
特にない。失敗したことは特にない。指名料かかんないところなんですよ。だからね、安心してやってます。あと韓国語の勉強もできるから、そう、韓国語教えてもらってる、いつも。 そう、いつも教えてもらってる。だから韓国語の勉強もできるし、なんか美容師さんが韓国に留学してた人で、留学っていうか住んでたんだよね確か。住んでた人で、にあに日本人なんですけど、そう、韓国に住んでた人で、だからね、韓国語も喋れるんですよ。あと、なんかふとした瞬間にやっぱ韓国語が先に出ちゃうらしいので、なんか楽なんだって韓国語の方が。そんな時もあるみたいな、そう言ってます、言ってらっしゃいました。 そう、だからね、いろいろ聞けて楽しいし、お話大事だよね、美容師さんね。私全然韓国語出ないよ。 住んでたわけじゃないもん。そう、ペラペラなわけじゃないから全然出ないんだけど、ふとした瞬間には。言い訳ない今の。 正当な理由ですよ。タイに住んでたけどタイ語出ないって、なんでだ？私の韓国語のみショールーム配信ずっと待ってるって。いや、私ほんとそんなね、喋れないんだよな。そう、字幕見ずにね、韓国語はね、まだわからない。なんか音楽とか聞いてて読み取れたりするようにはなってきたの、だんだん。けど、意味とかをはっきり分かるにやっぱまだ時間がいるなって感じ。英語配信はね、もっと無理よ。もっと無理ですよ。え、そうなんです、本当に。お話し会とかでも韓国の方がめちゃめちゃ日本語なんか練習してきてくださるから、私ほんとね、韓国語ね、話さなくていいんですよ。本当にリアルな話。そう、そうね、ひーちゃんに教えてもらおう。あとタイの方も、てかどこの国の方も頑張って、そのお話し会は、今はオンラインお話し会ね、オンラインお話し会の時に日本語をね、練習してきてくださるんです。だから私なんかほんと英語も喋らなくていいし、韓国語も喋らなくてよくて、もう私日本語しか喋ってない、お話し会。
なんか申し訳ないなって思いながら、なんか英語とか喋れたらもっと自然に会話とかできるんだろうなって思うんですけどね。あとなんか改めて、なんだろう、私日本語じゃん、日本語しか喋らないし、普段で日本語、日本人だからまあ日本語が基本だしさ、そう、国が違うのになんか私のこと見つけてファンになってくださる海外の方って本当にすごいなと。あと日本の方、なんか同じ国の方でも私のこと知らない人たくさん山ほどいるし、そう、今ファンでいてくださってる方もなんか見つけてくれてファンになってくださってるわけじゃないですか。なのに国違うのに 好きになって、しかも日本語までなんか勉強して会いに来てくださるなんてね、嬉しいよねっていう話ですね。ね、本当に嬉しいです。だね。ツイッターで私の写真載せて、この子名前なんていうのってつぶやいてる人がいたって。嬉しい。感謝です。ね、今日の歌はファンレターですね。ファンレターだね。ファンレターあるのかな、歌。あ。はひふ。なはひふないね、ないんだあれ、ファンレター、ファふうなっちゃったもん。美味しそう。素で？いいね、いいね。ファンレターなかった。僕は頑張る。あ、またあなたのことを考えてた。今日何の歌がいいかな。柏木由紀さんのね、あ、そういえば今日柏木由紀さんの単独 AKB の単独コンの、何、解説配信見ました、 YouTube の 見ましたね。ね、見ました。で
で、そう、優勝って言ってくれててすごく嬉しかった。で、好きなお寿司のネタ？好きなお寿司のネタは縁側 縁側です。イカとか、イカ縁側、いくら。でも私お寿司行ったら、でもお寿司のネタだもんな。うん、マグロとか逆になんかちっちゃい頃すごいあんな好きだったのに、大きくなったらマグロそんな好きじゃなくなった。なんかしめ鯖とか、あとアナゴとか、なんかそっちに惹かれる。あ、サーモンも好きね。あと貝系が好き。なんだっけ、うん、会計が好きですね。決めた、今日歌う曲、星の向こう側にしたいと思います。おっさん化してるって、それは昔から 逆に今の方がね、若返ってると思うよ。趣味は、食の趣味は若返ってると思う、昔よりも。だって昔から私オッサンズでしたもん。昔なんてレッスン終わりにスルメ毎日食べてましたからね。スルメとチーズと茎わかめ そう、お仲間と一緒にね、その時のね。そう、そう、そうなんです。居酒屋メニューが大体大好物なんです。そう、でも最近はスルメそんな食べなくなったし、なんかおつまみ系好きだったんですけど、おつまみもそんな食べなくなった。焼き鳥は好きなんですけど 相変わらずね。ネギマ大好き。え、ネギマは今でも大好き。でも今一番好きなのはレバー串めっちゃ好き。ですね。チータラもね、大好きだよ。チータラはでもちっちゃい時の方が好きだったな。今はね、でもポテトチップスが年を重ねるごとに好きになっちゃった。ダメよね、食べ過ぎはね。けど本当になんかポテトチップスは延々と食べれちゃう。あとポテト系が本当に好きになっちゃった。うん、東京に出てくるまでそんな食べたことなかったんだよ。そういうジャンクフード系あんま食べる機会なかったし、そんななんか頻繁に食べたくならなかったんだけど、そう、美味しいよね。そう、唐揚げわかる。でも私はね、あ、特になかった 特になかった。堅揚げしか勝たん 堅揚げが好きです。本当に美味しい。うん、でも本当気をつけないとって感じ。あとマックのポテトね。そう、一時期もマックのポテト1食分だった。あれ L サイズ。あとカップ麺系もね、すごい好きになっちゃった。本当にダメだよね、食生活ね。でも大丈夫、ママさんがね帰ってきた時はね、
粛清させ そう、野菜たくさんの生活に戻るので大丈夫。マジムリのそれこそ粛清だよね。マジムリの世界だよ、ほんと。お代理とかね、すごい言ってたもんね、あの生徒会メンバーが。上を見るな、下を見ろ。でもね、野菜とか、まあ、料理が美味しいから毎日楽しみです。本当にいつも朝に「今日の夜ご飯は？」って聞くもんね。てか前の日の夜に「明日の夜ご飯は？」って聞くもんね。朝になったら朝ごはんは ね、ほんと食べることが楽しみでしかない。だいぶ伝授してもらった。全然あ、でも、あ、でもね、この前ね、あさりとブロッコリーとレタスの、あえ物、炒め物あったじゃん。あれ真似した。真似できた。まあ見よう見まねでね、どうにかやってます。筑前煮は作らない。筑前煮はまあ機会があれば好きだけどね。あ、最近そういえばおばあちゃん筑前煮送ってくれなくなったじゃん。ママが作ってるであれ。ママ作ってくれなくなったじゃん。どうしてだろうね どうしてだろうね 次回らしいです。でも今回おばあちゃんがふきの煮物みたいなやつをね送ってくれたんでね、それめっちゃ美味しくて食べてます。煮物難しくないよね。切って入れて材料入れて煮込むだけ恐ろしい発言が。煮物は簡単よ。でもうちの煮物は美味しいですね。そう、ひいばあちゃんも得意なんですよ、煮物。おばあちゃんも得意で、まあね、それはそれを受け継いだママも得意だよね。私まではちょっと受け継がれてないと思うんだけど。手間がかかるイメージあるけどね。ああ、まあ長時間煮込まないといけないからってことか。でも私煮物はやる、よく炊飯器でやる、材料あったら。大根と牛肉とか入れて、野菜入れて炊飯器でグツグツするよ、よく。圧力鍋は持ってないな。小見晴みたいに手料理配信やってって、ちょっとね、もっと広い部屋に住めるようになったらね もっと大きくて
料理が上手になったら、ね、あと料理も上手になったらね。うん。ね。あ、ごめん、痛かったでしょ。ごめん。わかる、大体上美味しい。なんかよくやるのは鶏肉が好きなんです。だから私鶏肉だけ食べれたらいいんです。だから鶏肉をまあ何個かに切って、フライパンの中でちょっと表面焼いて、で表面焼けたなって思ったら酒蒸しっていうんですか、そういう感じにして食べます。よくすごく柔らかくなって美味しい、美味しいよ。あとね、ちゃんと味もねあるからね、全然ね味付けしなくていい。うん、胸肉が好きですね。鶏肉で一番好きなのは、まあ、ささみも好きだし、でも普通に胸肉が好き。一番カロリー高いん？一番カロリー高い胸肉？あ、痛そう。あ、あなた。胸肉。あ、でも手羽先、なに？手羽先、うん、手羽先好き。さっぱりにで使ってるところってどこあれ？ん？さっぱりに？さっぱりに手羽先、うん、あれ手羽先、うん、手羽先好き。手羽先の軟骨って言ったらいいの、あの部分が好き。あ、手羽元ね、手羽元も好き、手羽先も好き。手羽先はほら、でも手羽先は大好き、ね、そうだね、ちっちゃい時ね詰まらせたっていう。私全然覚えてないんだけど、私が手羽先好きなのを、そう、それこそ今年の誕生日ですね、そう舞台中だったんですけど、手羽先好きだってことをなんか調べてくださって、あのフェイクニュースのメンバーの方が手羽先くださいました。めっちゃ美味しかった、すごい美味しかった。すごい美味しかった。手羽先大好き。だから山ちゃんとか好き。名古屋の善悪の帰りとかも絶対ね、手羽先のなんか手羽先が入ったねパックみたいなやつをスタッフの方が買ってくださるんですけど、そう、めっちゃそれ楽しみだったな。また行きたいな、名古屋。いや、私甘辛いやつじゃなくて、ノーマルが好き。ノーマルのやつが好きです。塩コショウのやつが好き。こっちにもあるじゃん、山ちゃん、うん、好き。ですね、あと韓国のチキンも好きですね、うん、今日もあのヤンニョムチキンをあの家の近くで売ってあったから、それママさん買ってきてくれました。食べたいって言ってるの。そう、ほんとね、ずっと食べたいの。でもあれ一人だと食べれないし、値段もいい値段するからさ。ローソンに売ってんの？嘘、私違う、そういうのじゃない、なんか何て言ったらいいの、本場のやつが好きで、あ、ヤンニョムチキンじゃなくてノーマルのやつが好きなんです。それこそまたそれもヤンニョムも好きだけど、あのカリカリの
本場のチキンが好きで、辛くないやつ。これはちょっとしっとりしちゃうじゃん、衣が。そう、サクサクした、で中がジューシーな本場のね、その本場の、ヤンニョムじゃないよ、そうチキンが好きなんですけど、定期的に食べたくなるから、あと一人じゃ食べれないから、ママが帰ってきたら大体言っちゃいます。今日、明日何もないならお昼どう？みたいな 聞いちゃいますね。そう、チキンは本当大好きです。でもだんだん脂っこくなっちゃうから衣を剥いで食べちゃう 汚い食べ方だとは思うんですけど、なんか衣ね、美味しいんだよ。最初は美味しいんだけど、だんだん脂っこくなってきて胃もたれしちゃうから、最後の方は衣をきれいに剥がして食べますね、身だけを 剥ぐな剥ぐなってね、ほんと営業妨害だよね とんかつも衣剥がすのってたまにね、日によるよ。ちょっともう、この油をお腹に入れたらやばいなって思ったらハグよね。鶏皮とか苦手、苦手 苦手。鶏皮の串とか、そう、ちょい苦手。パリパリした皮は好きなんですけどね。だから福岡にある黄金の鶏皮のせんべいみたいなやつ、スナック、この前買ってきてくれたやつ、あるんですよ。めっちゃ美味しい皮のチップみたいなやつがあるんですけど、それがねめっちゃ美味しいの、大好きで、それはね1日じゃないな、ほんと1時間で食べ終わっちゃう。1時間かかんないでしょ。かかんないかも、すぐ食べ終わっちゃう。そう、油がめっちゃ乗ってるカルビも苦手。油に関してはセンサーが発動する。なんか昔は全然平気だったんだけどな、なんでかな、なんか油が苦手になった。でもいい油すぎてもダメなんだよね。いい油すぎたらもうなんかすぐお腹壊す 本当に。なんかだからもったいないなって思う、食べてて。そう、いい油だとすごいね、腸の巡りが良くなるみたいで、そう、良くなりすぎて、そう、大変なんです。だからえ、背脂ラーメンとかはね食べたことないな。食べる機会あるかな 食べたいと思ったらいつか食べると思います。そうだね、油っぽいラーメンもあんま食べないな。なんか大体、まあ、豚骨うまかっちゃんとか好きですごく食べるし、あとでもラーメン屋さん
行ったりした時はだいたいなんか醤油とか、まあ、豚骨も頼んだりするけど、なんかあっさりしたスープを好んじゃうな。動物系の油なのかな。まあでもセンサーがありますね。めちゃめちゃ油に関して聞いてくれるみんな。はい。とんかつ屋まず全然行かないな。なんか外の外食するときはそう、お肉目当てで行っちゃうな。なんかその焼肉とかそっち系で行っちゃう。外食するときはあんまとんかつ屋さん行く機会少ないです。まずだって一番最後にとんかつ屋さんっていうとんかつ屋さん行った時はなんかチーズとんかつが食べたくて行きましたね。それこそあやみんと一緒に、いつだっけ、すっごい前、ほんと歌おうかな。私の油の話こんな盛り上がるなんて。盛り上がってたのかな。でもこんなにみんなが興味示してくれるなんて。はい、じゃあ。それでは聞いてください。星の向こう側。めっちゃ今にぴったりだなと思ってちょっとこの曲にしてみた。そう、間違いなくここにいるよ。目を伏せてて棒拒絶しているのじゃなく不器用なだけ。ね、2番もすごく好きです。勇気もらいます。はい、じゃあランキング発表いきたいと思います。13位からいきます。ミュウの彼女シリーちゃん、アットマークミュウの横顔は美しいさん、ありがとうございます。13位おめでとうございます。ありがとう。そして12位がジアリング、アットマークミュウ Your love make me faint、懐かしい。Makes me faint。 ありがとう。じゃあリンさん12位おめでとうございます。フェイント見せられたかな。はい、そして11位がホイホイ、アットマークやっぱり声が大好きですって、ありがとうございます。嬉しいです。11位おめでとうございます。そして10位がフィッシュやハート、はい、パクポンヤンヤーナッカーラックナー、ありがとうございます。10位おめでとうございます。コプンカー、ありがとう。そして9位がビッグママ、アットマークエイトコンと単独コン行きました、ヒロさん、9位おめでとうございます。ありがとう、ヒロさん。見つけられてたらいいな。またお話し会で話せたらいいね。はい、そして8位がヤマちゃん、アットマーク星の向こう側、いい曲それな、いい曲、なんか今にもぴったりだなって思って、夜空見上げてね、はい、弾いたら共感できる気がします。8位おめでとう。そして7位がシマヤン、アットマーク毎回話題豊富で楽しいです、よかった。今日は油の話で本当に何分間盛り上がった。よく続いたよ本当。はい、7位おめでとうございます、ありがとう。そして6位がゆうゆう、アットマーク母の手料理、好きな女の子は幸せになれる都市伝説ありって。そうであったらいいな、ね、初めて聞いた私も。6位おめでとうございます、ありがとう。そしてね5位が星侍、アットマーク明日はスーパームーンの皆既月食で24年ぶりですらしいです。すごい
ね、じゃあ次見れるのは私44歳もしわかんないや。ごめん、おめでとうございます、ありがとう。見れたらいいな。あ、でも結構明日早い時間なんだ。はい、そして4位がタッキーバトフェス公演、楽しみにしてる、楽しみにしてて今日レッスンしてきたよ。はい、4位おめでとうございます、ありがとう、楽しみに頑張る。そして3位がリマットマーク、今日もミューはめっちゃ綺麗だね。そしてミュー韓国語チェゴーって、ちんちゃいよー、カムサンダー。3位だね、寒い機会よ、カムサンダー。そして2位がヌーコパットマーク、あ、セウタンラミョン食べてみたのって。セウタンってさ、ひーちゃんが好きなやつでしょ。そう、この前お店で見つけて、あの私はちょっと買わなかったけど、その時ちょっと今度食べたいなって思いました。はいはい、イブチカヤカムサムダ。そう、そして1位がケンちゃんとマーク、一難ライブで単独チームメイトコンサート何回見てます、ありがとう。じゃああともっとたくさん見てください、ぜひ。はい、あと感想も待ってます、1位おめでとうございます。じゃあ順位からいきます。シャルルさん、ミユミさん、ミンパディさん、ハスキーさん、和田さん、アスライヒデちゃん、カラトニピースさん、ヒヨパンさん、クラッシングさん、カカオイヌさん、ミュウガチゴヤシ、ヘギョンにヒロさん、マイさん、ゴールド888さん、テオネオさん、ココンにブラウン氏、ホシギドゥマリチキンズル氏、フグ氏、ヒデジロウさん、科学先生、太郎さん、最高のフィナーレをし、クッカさん、フィンド 4B さん、加藤 BB さん、最後のシシャモさん、上を向いて福丸さん、いつもし、ミキトさん、松ぼっくりさん、ミュー48、ミュウさん、焼きとうもろこしさん、ポングポングさん、コウさん、ザゼロさん、パランクスさん、ヨークマさん、ピンクラブ520さん、ケンシンさん、ナオさん、パルエイト氏、スコッチさん、トット氏、エゴイスト氏、ジンジンさん、グリフォンさん、もしも鳥だったらさん、グリフォン、あ、クラブキューティーンさん、ジョーさん、ホタルミューさん、エサッシーさん、ナンナン48さん、サカツネガメさん、アキちゃんマン、ジロチさん、ミーは私のラストアイドルさん、XD さん、グンちゃん、ミッチーさん、カリアゲさん、カレゲくん、ヒロくん、ヒロユキくん、ユウトシさん、KYS さん、ラブリーさん、メタルピーチさん、ピールケウさん、シルバーさん、カッくん、フロストさん、トッキンさん、マトファニーさん、タックン、コッコさん、クークーメルオさん、普及寄付さん、おやすみメールは送りましたかさん、危ないあと5分、チョンジ氏、シュセオさん、ミッタンさん、48さん、ユキヒラさん、グヌナケさん、キツネロックさん、ハッピーミュージー、ありがとね、3239、13、はい、皆さん本当にありがとうございました。じゃあスクショタイムいっちゃいたいと思います、いきますね。はい、チーズ、うん、ありがとうございます。じゃあ散歩図やっちゃおうかな、散歩図いきますね。どうしよう、今日は一発目ちょっとこれはチュッチュッチュー、モニカの時の油って何かある2ポーズ目、2ポーズ目3ポーズ目、以上、ありがとうございました。ちょっとメール送るので少々お待ちを、少々お待ちよ、少々お待ちよ、メールだよ、おやすみ。科学先生、タワーありがとうございます。やばい、写真がない、あ、
今日ねめっちゃねランちゃんとすればすごいずっと話してた。ランちゃんと写真撮ればよかった今日。ランちゃんはねランちゃんの携帯では写真撮ったんですけど、私の携帯ではちょっと撮らずに。そうでもすごいなんか今日ランちゃんとたくさん話した。うん、そう、あ、ランちゃんさっき私の話してた。そうそうそう、10分間の間にね結構ねあのもうレッスン終わりでもうなんか眠たくてそんな中一緒にいたんですけど、もうね10分間の間だけでもなんか3回ぐらいもうなんかねなんかよくわかんない話してた。もうなんか自分でももうたくさんやっちゃってましたたくさんやっちゃってました。はい、送りました。うん、送った。ぜひぜひ。でママさんは今卵を確かに溶いてます。皆さん正解、皆さん正解。では朝ごはん作ってくれてるらしいです。ありがとうございます。準備してくださってるらしいです。はい、今日これにて終わりたいと思います。ネイルンパンニョシブットパンさんよ。あ、10時からって言っちゃった。嘘嘘。あ、悩む、どうしようかな。10時間にしとこうかな。ネイルンパンニョシブットパンさんよ。こうパジセオチャルタトリミニだ。そしてトゥモローショールームアート10 p.m. ウォッチプレイズよろしくお願いします。明日は10時からの配信にしたいと思います。皆さんお待ちしてます。じゃあ今日はこれにて終わります。おやすみなさい。ラトリソルカーワンワン、チャジャヨチャヨチャヨ、おやすみなさい。